教の名言宗助国、鎌倉時代の対馬の国の守護代、鎌倉時代中期の1274年11月4日、元とその属国高麗の連合軍が対馬に襲来、7、8艘の大型船より1000人ほどの武人が上陸したため、対馬の国の守護代宗助国は当時68歳であったが、84騎で応戦、見事に奮戦したものの、宗助国以下の対馬勢は討ち死にし、元軍は多くの不良を連行した。文明の駅。モンゴル皇帝フビライに仕える国敵という使者が太宰府に連れて行けと申し入れたのに対し、鎌倉幕府の決定に従ってお断りする無礼な手紙には返事をしないのがこの国のやり方だ。これに対して怒った国敵は対馬の領民らを捕らえてモンゴルに連れ去った。多数の船が沖に現れたのを見て、来る者がとうとう来た、老人女子供を山の奥に隠せ、武士は直ちに弓矢を取って浜に集まれ。交渉が不調に終わり、皆の者、日本国のためじゃ、潔く命を捨ててくれ。家臣を呼んで、小太郎、平次郎、そなたたちは島を抜け出し、太宰府にこの様を知らせよ。何を仰せられます、死なばもろともですと、涙を浮かべて抗うと、愚かな、今はただただ、日本国を守ることが第一ぞ。